ロムロムブルガリア内のロムの位置スロボが広場。ロムの中央の広場ロムは、ブルガリア北西部の町、及び、それを中心とした基礎自治体。モンタナ州に属する。ドナウ川の右岸に位置し、ロム川がドナウ川に合流する地点にほど近い。ブルガリアの首都であるソフィアからは北に1 6 2トルで、あり、ビディンからは5 6トル南東。 モンタナからは5 0トル北、コズロドゥイから4 2トル西に位置している。ドナウ川沿いの港としては、ルセに次いで、ブルガリアで2番目に重要な港である。ロムは古代のトラケア人によって、アルタネスの名で建造された町である。ローマ人の支配下となると、この場所にある町と要塞は、アルムスと呼ばれるようになった。この名前が、現在の町の名前。 ロムと付近を流れるロム川の故障の由来となっている。中世の間、ここに大きな町があったことを示す証拠は見つかっていない。オスマン帝国時代に入る前までには、町は拡張されたものと考えられるが、それまで長い間にわたって、より有力なビディン、ニコポル、シリストラなどの影に隠れ、埋没してしまっていた。1695年に、 オスマン帝国のカラムスタファパシャ及びムラードベによって、オスマン人の村が築かれた。彼らは1683年にウィーンで敗北し、ドナウ川を船で下ってこの地にたどり着いた。ロム・パランカの名は1704年に初めて言及されている。それまでこの町は単にパランカと呼ばれていた。1798年、ロムは山賊による襲撃を受けた。 1830年以降、ドナウ川交易が発達すると、ロムの重要性は次第に高まっていった。ソフィアに通じる道は、ロムの発展に寄与し、やがてオーストリアのウィーンとブルガリアを結ぶ主要ルートとなった。1869年、ロムには120の店舗、148の交易所、175の食料品店、34のカフェバー、6のホテル、 二の製粉書があった。町は、かつての要塞彼を中心に広がり、三つの縄文を持っていた。三つの縄文はそれぞれ、ビディンスカ、ベログラトチシカ、ソフィースカと呼ばれた。ロムの交易商らは、この地域で最も多くの物品を売買した。1800年、町には7500人の住民がいた。ロムは、ブルガリア民族復興期において、重要な役割を果たしていた。 1856年、ロムにはブルガリアで初のチタリシテが誕生した。1858年にはブルガリアで初の婦人会が作られた。演劇が行われるようになった古くからの町でもある。第二次世界大戦まで、ロムは重要な交易の町であった。1944年以降は工業化が進められ、砂糖や缶、製粉などの製造が行われた。また、 ブルガリア北西部の拠点の港でもあった。住民の多数を占めるのは、聖教徒である。それ以外の宗教としては、プロテスタントなどがある。南極大陸のサウスシェトランド諸島、リビングストン島のロム法は、ロムにちなんで命名された。ロム基礎自治体には、その中心であるロムをはじめ、以下の町村が存在している。2008年10月8日閲覧。 ありがとうございます。